こんばんは。今日は2020年の11月、まあ、終わったばっかりですけども、高2のベネッセの、模試です。B7、数列ですね。3番聞かれたんだけど、まあ、全部説明します。よろしいでしょうか。等差数列 AN があり、A2 が10、A4-A6 がマイナス5を満たしていると。で、また数列 BN があり、B1 が4を満たしていると。さらに数列 BN の階差数列を A、めんどくさいですね。とすると、1番、数列 AN の一般項 AN を N を用いて表せ。2番、数列 BN の一般項 BN を N を用いて表せ。3番、SN イコールシグマの K が1から N までの BK とするときに、TN イコール S1 分の4たす S2 分の5たす S3 分の6たす点点点 SN 分の N たす3と。を N を用いて表せ。これめんどくさい。はい、じゃあ行きます。じゃあ答案作りましたんで。じゃあ始め。これ初めに書かれてる、これ A2、まあ、ちょっと書いてないけども、初項 A ね。で、交差が D ね。ということは、初め A2 が10だから、A たす D ですね。が10と。で、次、A4-A6 がマイナス5だから、A4-A6 ね。がマイナス6。で、これ計算したら、まあ、これで、D が出ますので、D が3で代入して A が7ね。よって、AN イコール初項プラス公比の N マイナス1倍と。ということで、3N たす4と。これは回答です。AN がね。じゃあ AN は出ました。今度 BN ね。BN はややこしいのは、階差数列なんですよね。BN の階差数列が AN ってことは、初項、BN は初項に、シグマの、じゃあ AN がこれだから、一番の回答からして。AN がこれだから、この中にシグマ入れちゃいます。シグマの中にね。ただし、K は1から N-1 までね。はい。じゃあこれで計算してください。計算すると、あと公式をうまいこと使ってね。ただしこれ N じゃなくて N-1 だからそこ間違えないように。そしたらまとめると、2分の 3N2 乗たす2分の 5N になります。ただしこれ N が2以上の時だから、N が1の時確かめますよ。N が1の時、1代入したら4ですね。4ってことはもともと B1 が4、問題に書いてますので、よって N イコール1の時も成り立つよと。ということで BN イコール2分の 3N2 乗たす2分の 5N ね。よろしいでしょうか。はい、これが2番。で、今度3番なんですけども、3番これ解説わかるかな。じゃ今 BN 出しましたと。ということは SN をちょっと出しますね、まずね。SN がこの BK、今のこれね、に入れます。そしたら、まとめるとこうなります。2分の 1N カッコ N たす1カッコ N たす3と。じゃあ、TN の真っ向のところを、まあ、K を使って表すとこうですよね。SK 分の K たす3ね。じゃあ、それを、これ入れますよ。だから、これを分母に持ってきて、K たす3を分子ね。そしたら、こうなりますと。で、それを約分していくと、こうです。こうですよね。部分分数分解で。そしたら、これで K が1とか K が2入れていくと、K が1の時がこうね。K が2の時はこうと。っていうふうに入れていくと、生き残るのが、ここと、ここだけ生き残ります。あと、こうやって消えていってね。ということは、回答は、N たす1分の 2N と。N たす1分の 2N と。ということになります。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっともう一回通して。ちょっと3番が、そう、問題の意味がよく分かんなかった。まあ、これ、解説見ればね、何のことやら分かったと思うんですけども、これ聞けばね。でもまあ、実際問題パッと渡されたときに、何のことやらなと。だから、要は、SN を解いて、で、TN のその真っ向の中に入れて、で、1とか2とか入れていけば、こうやって消えていくやつね。それを見抜ければ解けたと思います。もう一回問題をこうね。
Thank you.